今日は防弾チョッキで使われるケプラーをナイフで刺してみてどうなるか確認してみたいと思います。この黒いシートみたいなものは、防弾チョッキのパーツの一部で薄く見えますけど、拳銃弾の中では強力な357マグナムを止めることができる、クラス2という規格のものになります。マグナムが止まるっていうと強そうな感じはするんですけど、割と普通の防弾チョッキの素材で、普通にチョッキ買うと、適当に買うと多分これぐらいの規格になると思います。それで357止まると言っても、弾種によりますし、犯罪で使われてそうなイメージのあるトカレフとかの弾は止まらないと思います。わかりませんけど、最初は安定のこのナイフからやってみます。かなり軽い力で貫通してしまいました。このような感じです。次はオルファのナイフでやってみますけど、これはカッタで有名なオルファのナイフです。でこれ鞘がめちゃくちゃ硬いです。なんでオルファでやるかっていうと、これ先端がめちゃくちゃ細くて、刺さりそうな感じがするのでやってみます。ただ刺さりやすいと思うんですけど、細いんでもしかしたら切っ先が折れるかもしれないんですけど、オルファでも刺さりましたけど、切っ先はちょっと丸くなったような気もしますけど、でも大丈夫ですね。で次に、このナイフでやってみますけど、これ実はマッドドッグの本物ではないんですけど、これ日本のカスタムナイフを作ってる人が製作されたもので、単純に形が似てるだけじゃなくて、本物と同じ O1 という鋼材でできていて、それで部分焼き入れ、本物が部分焼き入れなので部分焼き入れだから、この色がちょっと、色というか質感がこの違っているところは、焼き戻しなのかな、焼き戻しか焼き入れのこの温度の違い、高度の違いでこういうテンパーラインが出てます。それとこの表面の銀色も、これも本物と同じでメッキです。 O1 は炭素鋼なので、錆を防ぐために表面はメッキになってます。でハンドルのみ本物と素材が違って、本物は G11 というもうちょっと滑りにくい素材なんですけど、これは G10 です。ナイフが重いので倒れましたけど、そんなに力入れてないので、でもそんなに貫通してないんですね。もうちょっと力を入れてやってみます。今度はしっかり貫通しました。裏はこんな感じです。穴を開けてもったいないと思われる方もいるかもしれませんけど、こういうものは、使用期限みたいなものが一応あって、その期限を過ぎたものなので、最後に穴を開けていろいろ確認をしてます。それに過去にもやってるので穴が開くのは分かってたんですけど、その時は動画を撮ってなかったということと、後ろが木で力が逃げないから穴が開いてるだけかもしれないので、今日はこの段ボールを置いて、貫通するかやってみます。先端がわずかに抜けたような穴がありますけど、ここですね、この小さい。でもそれほど深くは抜けていません。もっと力を入れてやってみます。今度は、しっかりと刺さりました。このような感じです。刺さるけど、でもチョッキは一応刃物に対しても多少は
有効だと思います。まあ、多少どころか多分これでだいぶ致命傷を防げると思いますけど、今椅子に座ってやってるので力がかかりにくいので、もうちょっと頑張って力入れてみます。オルファも結構よく刺さってます。ケプラーの貫通にはこの刃先の形状が重要で、硬いな 先端が鈍角な刃物だとなかなかやっぱ抜けませんし、このマッドドッグも先端は尖っているんですけど、ナイフとして大きいので、まあ、これだとだいぶ抵抗あると思います。貫通をした後、ここですけど、はありますけど、この2本、オルファとか、もう1本の黒いのと比べると、ちょっと貫通の抵抗は大きいです。すごく力のある人だったらいけると思いますけど、オルファは見ての通り、先端がすごく細いので、まあ、いかにも刺さりそうな形ですし、このエクストリーマラティオのナイフは先端がすごく薄くて、で、このプライマリーベベルも、ホログラインドなんで、まあ、全体がすごく、まあ、薄く尖ってます。こんな感じです。まあ、それで意外と簡単に穴が開いたように見えるんですけど、まあ、ケプラーを刺した場合は、まあ、繊維を広げるような感じで突き刺さるんですけど、切ることはでもできないですね。この穴を切り広げようとしてもほとんど切れません。かなり力を入れても切れません。刺す方向であれば、まあ、多少刺さるんですけど、もうかなり力が必要ですね。でも切ることはできません。これ買ってから一度も研いでないので、もともと刃の状態は良くなかったんですけど、小さい刃こぼれが増えた気がします。今日はこれで一番刺してるからだと思うんですけど、ただこれ、まあ、今日の話じゃないんですけど、すごい頑丈です。これ結構この熱気強くて、まあ、一部ちょっと擦れてますけど、まあ、洗えば意外と綺麗になったり、あと刃は、まあ、欠けたことはないですね。小刃の角度が鈍角だからっていうのはあるかもしれないですけど、そういえばマッドドッグの本物も持ってるんですけど、それでもこれはすごくいいと思います。さっきケプラーが切れにくいって話をしたんですけど、まあ斧と、まあ、この大きめの刃物で、まあ、切ったりして、まあ、切れるのか確認を分かりやすくしたいと思うんですけど、自分が持ってるナイフは、まあ、こういうタイプのものが多くて、で、アウトドアで使いそうな刃物の動画を多く上げてますけど、まあ、それでも、まあ、みんなが持ってるグレンスウォッシュですか、そういうタイプの斧ってあまり持ってないですね。刃はこっちの方が良さそうなので、まあ、こっちでやりますけど、スパイクはこっちの方が鋭いので、まあ、こっちでついてみます。まずこれで、切りつけてみます。切れてるようには見えますけど、裏には達していません。どのぐらいかな。ああ、でもだいぶ切れてますね。切れてますけど、後ろ何枚か残ってますね。次は斧でやってみます。貫通しました。あ、でも刃が曲がってる。
ここちょっと刃が曲がってるんですけど、まあ、この周りについてるのはケプラーの繊維がグリスについたもので、ここですね、ここ刃曲がりが発生してますね。ちょっと見えるかな。あ、今だったら見えますね。ちょっと予想外ですけど、次はスパイクでやってみます。こっちはスパイクでも刺さったんですけど、なんでだろう。最初の、まあ、こっちの方は刺さりませんでした。もう一回やってみます。あ、やっぱり刺さらない。次はこっちでやります。やっぱり刺さる。しかもすごい硬い。これはスパイクの、まあ、形状なんですけど、一見わからないんですけど、こっちは先端が少し、まあ、強度のためか、まあ、先端が完全に尖っていないんですけど、こっちは、まあ、切れるほどの刃はついてないんですけど、結構尖ってます。まあ、この形状の差でこれだけ貫通力に差が出たみたいです。ただ切れないと思ったんですけど、意外と斧で貫通しちゃいましたね。でもコールドシールの斧優秀。コールドシールという会社のやつなんですけど、これしかも安いんですよ。もういくらか忘れましたけど、多分6000円とかそれぐらいだった気がします。まあ、そんな安くないのかもしれないですけど、普通の斧と比べたら。まあ、でもハンドルを交換して色が変えれたりとか、まあ、それでもう一個の、もう一個同じのがあるんで、そっちはハンドル変えてますけど、まあ、そういうカスタムもできたり、まあ、今回のこのスパイクの能力を見てもよく考えられてます。ただアウトドア向けではないかもしれないですけど、でもう一個のこの斧なんですけど、これ作りはめちゃくちゃ凝ってるんですよ。これ D2 鋼で全部できてて、まあフルタングっていうのか、斧でフルタングっていうのかわからないんですけど、これこのハンドル取るとパラコードを巻いたりとかもできるように穴が開いてたり、で、まあ、D2 のフルタングでこの厚みで、作りは凝ってるんですけど、斧としては、まあ、普通です。それと重いです。400ドルか500ドルぐらい、したような気がします。ケースの出来は、まあ、すごくいいです。こんな感じで今日は、刃物で、ケプラーに簡単に穴が開くっていうことが、まあ、分かったんですけど、それでも、これを着てるか着てないかで、まあ、全然違うと思いますし、まあ、そもそもこれは、まあ、刃物用じゃないので、それで刃物が止まらないのになんで銃弾が止まるかっていうと、まあ、この斧では全く貫通しませんでしたけど、まあ、それと同じで、まあ、多分というか、まあ、銃弾っていうのはこれよりもっと先端が丸いので、それと材質が、まあ、鉄とかではなくてもうちょっと柔らかい、まあ、銅とか鉛とかそういうものでできているので、弾が変形して止まるっていう、まあ、ことみたいで、で最初にトカレフ止まるか分からなかったんですけど、多分これ止まらないんですけど、なんでトカレフ止まらないかって言ったら、弾がなんか小さいから抜けやすいらしいです。まあ、そういうことで、まあ、直帰は来た方がいいですね。今日は防弾直帰の動画だったんですけど、他にも動画をいくつか投稿しておりますので、よろしければご覧ください。